おさむ道中学校、修道高等学校は、広島県広島市中区南千田西町に所在する、私立男子中学校、高等学校。2021年現在、中学募集276名に対し高校募集15名程度の、循環前中高一貫校。私学で半校を起源とする数少ない学校で、学校としては、国内屈指の歴史を持つ。 1725年に、広島藩第5代藩主、浅野吉長が設置した、藩校、工学書を起源としている。広島藩校は、工学書、工学館、学問書と校名を変えながら続き、1870年、第12代藩主浅野長君が、上中八丁馬場へ移して、修道館と称した。これが原校名の由来となっている。広島藩校が、 紀元の学問所が私立学校となったのは、廃藩置県により休業となった後、1878年6月、浅野長君が修道館を検証し、泉邸内に設立した私立浅野学校による。1881年11月、修道学校、1905年4月、財団法人私立修道中学校、1907年1月、 南竹山地へ移転、1926年3月南千田町に移転、1947年4月申請、修道中学校、1948年5月新請、修道高等学校となり、現在に至る。修道の名は、四書の一つ、中央の修道の異教の言葉に基づく。見学の精神は、道を収めた。 優位な人材の育成である。驚愕目標は、知徳平心であり、その実践に向けた心得として、事や啓示、姿勢勤勉、筆実合憲を掲げている。2000年に、校舎の新築工事を開始し、2003年に終了した。正門から一番に見える、渡り廊下は、旧校舎時代のものをそのまま、現校舎に残したものである。 2010年に総合体育館が完成した。多彩な分野にリーダーを輩出し、特に政界、官界財界、医療界で活躍する、卒業生が多い。60分授業であり、一般の学校でいう部活動は、反活動と呼ばれる。学校行事も多彩である。9月下旬に行われる、体育祭、11月上旬の文化祭。 これは創立記念日が11月4日であるために、加えて宿泊行事がある。数々の集団行事は重要な学びの場であり、自治工場の精神の育成に欠かせないとしている。現在の校長は田原敏則。10月中旬にはオープンスクールが催されている。生徒の行動を規定する校則を設けておらず、自由な校風である。自治工場の精神は、 責任ある自由とも言い換えている。行動の主体はあくまでも、生徒とし、教員はスポーツでいう、コーチのような存在として、他者との関わり自らが考え行動することで真の主体性を備えた人間を目指している。また、出実合健な幸風でも知られ、快活で、万からとも評される。オーケストラや感激などの芸術鑑賞など、 多彩な前人教育が行われている。近年はグローバル教育や ICT 教育にも力を入れている。初級、中級、上級ごとに制服形態が決められており、学年が上がるにつれて着こなしの幅が増え、緩くなる。中級ではネクタイと靴の着用が任意で、上級では私服の着用もか。袖口に白い線が入っているのが特徴的で、 修道生のシンボルとなっている。これは、戦時中、避難する際に、他校の生徒と区別するためにつけた白線が起源である。2003年度より、制服のデザインが変更され、濃紺金ボタンの学生服からブレザーになったが、伝統の袖口の白線は残された。デザインは、小野塚明。入学年度によって異なる緑、黄赤、白、金茶。 青の6色の学年色があり、卒業まで同じ色が割り当てられる。バッジやシャツのロゴは、学年色のものをつけて、学校生活を送る。卒業後には、キアカバッジなどと表現される。部活動は、班活動と呼ばれる。文化班、運動班のそれぞれに、各班が所属する。サッカー班は、戦前に4回全国大会に出場し3位1回と、準優勝1回。 戦後は、インターハイに6回出場し2回優勝。国体には8回出場し4回優勝している。ワンダー・フォーゲル班は、インターハイの常連で6回優勝している。また、陸上班も、国体優勝、世界ユース選手権3位などの実績がある。水泳班は、戦前に、競泳の全国大会で、総合優勝3回。戦後になってからも、競泳のインターハイで、 総合3位、リレー準優勝、個人優勝あり、さらに水球競技では、インターハイで優勝2回、準優勝1回、国体で優勝2回を経験している。柔道班は、国体で準優勝4回。テニス班、ハンドボール班も、全国大会の常連で、国体3位、インターハイ3位の経験がある。国体の馬術競技で優勝した者もいる。 近年、少林寺憲法同好会が全国大会出場するなどの実績から班となり、班活動となった後も個人戦と団体戦とそれぞれ全国大会出場を果たしている。文化班においては、吹奏楽部にあたるスクールバンド班が全国大会に多く出場し入賞経験もあり、毎年夏に広島文化学園ホールにてサマーコンサートを開催しており、 毎年多くの観客が訪れる。囲碁班、将棋班も全国大会の常連であり、将棋班は団体優勝をしている。書道班は全国優勝に該当する文部科学大臣賞を多数回受賞している。放送班は NHK 杯全国高校放送コンテストで準優勝している。運動班は水泳班、ワンダーフォーゲル班、ハンドボール班、 剣道班など18班あり、文化班は、将棋班、囲碁班、天文班、スクールバンド班、鉄道研究班など、18班ある。他に、同好会も存在する。サッカー班、水泳班、陸上班からは、山形良太ら6名のオリンピックメダリスト、8名のオリンピック日本代表選手を輩出している。将棋班は後に、史上初の東大生、 プロ騎士となった、片上大輔を、放送班は、福井賢治、山中秀樹などのプロアナウンサーを輩出している。中学入試では、約280名の募集に対し、例年1000名前後が受験する。広島県内で最も多くの受験生を集める、中学校である。以前は、高校入試も100名以上の募集があったが、近年は10名程度となり、 完全中高一貫に近づいている。修道中学からの内部進学者は、修生他中学からの入学者は、新生と呼ばれたが、現在は、そのような風習は薄い。なお、教育内容は変わらず同じクラスで学ぶ。修道学園同窓会は1911年に、修道中学校同窓会として発足し、新生修道高等学校への移行を経て、 現在まで104年の歴史を持つ。会員数は3万2千名を超えており、年1回同窓大会が行われる。地域支部として、関東支部、近畿支部、旧治む会、東部修道会、河野を修遊会、おさむ北会など、職域支部として、広島市修道会、修道医会、修道司会会などがある。ありがとうございます。